足立和彦は、日本の実業家。インテリジェントウェーブ創業者で、同社代表取締役社長や、日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会副会長、アジア ICT オーガニゼーション会長などを歴任した。大阪府生まれ。1967年、横浜国立大学工学部造船工学科卒業、日本ユニバック総合研究所入社。 1970年日本 c d g 入社。1974年日本マーク設立、代表取締役社長就任。1979年日本タンデムコンピューターズ、代表取締役社長。1984年にインテリジェントウェーブを設立し、代表取締役社長を務め、金融関係のシステム開発を手掛け。 アジア ICT オーガニゼーション会長なども歴任した2000年日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会副会長2002年セゾン情報システムズ取締役2005年インテリジェントウェーブ取締役会長2011年インテリジェントウェーブ会長2015年ショーケース取締役日本ナレッジマネジメント学会評議員や 全国高等専門学校プログラミングコンテスト審査委員 J グラブコモン横浜国立大学内に開設された特定非営利活動法人ユーベックの理事等も務めた。ありがとうございます。